4月シリーズの開幕戦、東京後楽園ホール第6試合シックスメンタックマッチで三沢と小橋が激突します。赤コーナー三沢 7.18 東京ドーム大会をファンに報告しました。王座陥落から1ヶ月、小橋、三沢と小橋がシックスメンで激突いたします。入場した時から健太と杉浦が何かやり合っていました。GAC のジュニアタッグをめぐって大きな動きがあるのかもしれません。一方画面一番右、頭を丸めたリッキー・マラビン、さあ先発は誰か。あー、健太の背中を杉浦が蹴った。ゴング前から仕掛けた、余裕、今ゴング、まずはエルボー合戦。健太の背中に背後から蹴りを回っていった杉浦隆です。激しい打撃戦、両者の意地がぶつかっています。的確に顎を捉えている。現初代の GAC ジュニアタック王者である健太、丸藤とともにベルトを持っています。そのベルトに興味を示しているのがこの杉浦隆です。顔面ハイキック、スピードに乗った、蹴りをかわしてバックを捉えた、かわしている、エルボーをかわして健太がかわしたか、顔面目まぐるしい攻防、超満員のファンから拍手が送られています。この健太が丸藤とともに GAC ジュニアタックのベルトを現在持っています。そのベルトに対して金丸と杉浦が挑戦するのではないかという有識者の見方がありました。そんな動きになっていくんでしょうか。ミドルキック、胸板への蹴りがあります。エルボーも加えていく、ハンマーを落として首をロックして青コーナーに戻ってまいりました。そしてリッキー・マルビンです。頭を丸めました。ドラゴンスクリュー、昨日ディファ有明で行われましたファン感謝祭、タイガーエンペラーとの一戦、丸刈りマスクハギマッチを行いまして敗れ、リンゴの上でこのように頭を丸めたリッキー・マルビンです。ブレイクしました。左肩にテーピングをしています。非常にこのリッキー・マルビン、日本人の女性ファンが多いんですが、その髪の毛が垂られた瞬間、リファ有明悲鳴に包まれました。そのマルビンが赤コーナーに連れてこられました。タッチ成立で杉浦から金丸に移っています。現第9代の GAC ジュニア王者であります。現在4連続防衛中、ロープに飛ばして逆エルボーをかわしてラリアットも防いでいる。ロックしたいな、飛びついた、そしてあと背後から蹴っていった、杉浦が蹴っていって、そして金丸と杉浦のダブルの攻撃、あとダブルのドロップキック、そして三沢に行ったが、三沢はエルボー、そして足を捉えた。ここは1枚上手でありました。そして少し三沢を鉄柵へ、リッキー・マルビン戻りました。こちら投げられた三沢の表情、さあ現在リングの中はリッキー・マルビン1人、そこに戻されたジュニアのチャンピオンである金丸佳乃です。金丸が青コーナー、さあマルビンから小橋にタッチが交わされました。王座陥落から1ヶ月、ああそれを見た三沢が入ってきた。三沢対小橋、今宵シックスメンで再び実現いたしました。三沢と小橋が新たなる次元に入りました。すべてを知り尽くしている両雄、逆水平とエルボー、まずは挨拶代わりの一撃ずつ、胸にチョップ、顎にエルボー、三沢と小橋、再び押し込んで体を入れ替えました。三沢のエルボー、逆水平、お互いの代名詞。1ヶ月前王座から陥落した小橋健太、2年近くベルトを保持しました。元はといえばその小橋がベルトを取ったのがこの三沢からでありました。2003-3.1、あの激闘がありました。あれから13連続防衛、
しかし力尾に敗れましてベルトを手放しました小橋健太。腕を絞ります。この三沢と小橋、この両雄の戦いに後楽園ホールのファンが見入っています。腕を取り返そうという三沢です。 7.18 東京ドーム大会が決定いたしました。この試合を前にこのリング上に上がった三沢がマイクを持ちましてファンの皆さんに報告しました。お膝を当てる逆サイドへキッチンシンク、その2連発から頭を持ってさあ来るぞ、エルボーを取る、剛腕のエルボーを落としていった。このシリーズ最終戦 4.24 では三沢は小太郎と組みまして鈴木稔、丸藤と対戦いたします。ダブルのエルボー、そして健太が抑えていくカウント1です。さらに三沢はこのシリーズを前にイギリス、ドイツに遠征を行いました。そして開幕した今日の4月シリーズ 4.24 では稔が待っています。そしてなんといっても 7.18 東京ドーム大会決定、デスティニー首を捉えたエルボー、三沢にエルボーです。あー一発引き上げていく、タッチは杉浦です。 GSC ジュニアタックをめぐる動きがあるんでしょうか。金丸と組んでこの丸藤健太が持つ GSC のジュニアベルトに挑戦したいということを試合前に話していました。杉浦です。勢いのあるカウンター式のエルボー、片指まで持ってきました。しかし GSC ジュニアタックはこのシリーズは組まれていません。いつでもやってやるという言葉を口にしていた杉浦ですが、5月シリーズだけは勘弁してほしいということを語っていました。ブレンドスター健太が投げていきます。背中を痛めました杉浦です。さあ羽がいじめ状況で逆水平だ、今痛め上げて後半の逆水平、さらに狙いを済まして3連発。さあ杉浦の目の前に小橋健太仁王立ち、短いその髪の毛を掴んで、あっとドスという音、そしてエルボーを一つ返しました。汗がミストになって飛んでいる。エルボーの連続からぶち当たっていきました。前王者である小橋に向かって攻め込んでいこうという構えの杉浦隆です。杉浦が戻りました。杉浦から金丸へ、小橋を飛ばしてカウンターのドロップキック、元王者を現ジュニアの王者がカバーしていきました。スリーパーです。首を絞めていきます。頸動脈を止めようという動き、金丸義信。この金丸は自らが保持するジュニアのベルト、シングルのベルトの防衛よりもジュニアタックに興味があると語っていました。ストップ高さがある、後頭部を打ちつけました。ノア史上初のジュニア2冠王誕生なるんでしょうか。金丸現在ジュニアタックは、あー危ないぞ、来るぞ来るぞ、いったー、バックブリーカーを加えて前からはギロチン、そして膝でバックブリーカー、合わせ技一本であります。シングルのボストンクラブ、あの技を食らった上でこのように人類の体が曲がっている。あーこれはたまらず三沢カット、これは仕方ありません。あの技昨日のディファ有明でも披露しましたが、喉元へのショットを振り回す動きと膝でバックブリーカーを加えていました。そのリファ有明で頭を丸めたニッキーマルビン、金丸を捉えています。強引に引きずり起こして何を見せるか、足をこのようにロックした、そこを狙っていく、左の膝の内側あたり、太もものあたりをドロップキックで蹴っていきましたニッキーマルビンです。昨日行われたマスカラコンクラカベジュラ、
タイガーエンペラーとの丸刈りマスクハギマッチに敗れました。公開でのバリカンが入りまして、リング上でこのような丸刈りの姿になったリッキー・マルビンです。リングの中央で厳しい状況、金丸義信、ケンタが入った。わあ、ムアイカを蹴って、そして小橋の逆水平。これ以上ない痛み、これ以上ない苦しさ。カバー、マルビンカバー、カバーしている。大きな声が出ました。気合が入りました。なんとか返した金丸です。10分が経過しました。三沢小橋のシックスメンタックマッチ、ジャパンのドロップキック、戻ったところに杉浦がマルビンを引きずり下ろした。あ、そして健太が来たぞ、後ろから杉浦、後ろ、危ない、日本テレビのモニター、場外線が荒れています。三沢と小橋がやり合っている。リングの中には誰もいません。そして放送席前では杉浦と健太、そしてどこで何が起きているんでしょう。各地で同時多発的に戦いが行われております。戻ったのは金丸です。戻ったのは金丸。こちらは小橋の後ろ姿。場外カウント、いや今戻りました。戻ったところ、三沢カバー、試合の権利が三沢に移っていました。場外戦が行われました。顎をロックしています。苦しい表情、背中への膝を当てていく。そして鋼締め状況でキャメルクラッチ、絞っていきます。ケンタが来ました。ハイキック、次で落として三沢も蹴散らしました。先ほどの場外戦、痛めつけるだけ痛めつけて、さあ今度は放送席内で杉浦と健太だ。 GAC のジュニアがめがけて、おっと激しい戦いになってきた、激しい戦いになってきた。試合とは直接関係ない2人が今リングの下、場外で荒れています。そして試合の権利はマルビンと金丸。スルーしていく、腰のあたりから落ちました。カバーまで持ってきた。いやー、この健太と杉浦の火花というのは非常に激しいものがあります。逆襟に持っていこうという金丸。あー、唾を吐きかけた。あー、そして後頭部を踏みつけています。小橋が来た。よく動きを見ていました金丸。後ろ、瞬たりとも油断できません。三沢にマルビンが行った、杉浦が入っている、金丸にも行きました。あ、後頭部をパチーンと叩きました。お、珍しい、これは珍しい。三沢も両手で昨日買ったばかりのこの丸刈りスキンヘッド、リッキーマルビンの頭をパチーンと叩いていきました。お前、声を出しますリッキー。赤コーナー捕まり始めました。あー、その至近距離でエルボー、これは厳しい。ツーカウント、危ない危ない、リッキー危ない。たまらず場外にエスケープしようという構え、しかし立ち上がりました。逆サイド抱え上げて水車を、いや丸め込んでいった、リッキー・マルビン丸め込んでいった。ツーで返しているラリアット、かわしました、マトリックス避け、そして膝、見事にぶち当てました。そしてタッチ成立、健太が来る、
ケンタが来た、スワンダイブ式、三沢と金丸を落として、ん、場外に乗せた、あ、来た場外決着、三沢も来ている、三沢を投げた、ケンタがいい動きを見せた、そしてエルボーを当ててスワンダイブ式、ミサイルキック、女性ファンがキャーキャー言ってます。そしてピットに立ちました、一番距離のあるところ、スピードに乗っていった、顔面捉えた、そしてパワーを見せるフィッシャーマン、落としていく、カバーまで持ってきた、いやー、このケンタ、そして丸藤が持ちます GSC ジュニアタッグのベルト、おそらくこの杉浦が次は金丸と組んで狙っていこうというところ、ブロックした、抱え上げて落とした、強引に投げ込んでいきました、壺を吐き込んだ、そして三沢に託しました、逆エルボー、ロープに飛んで、あ、コント、顎を捉えたハイキック、エルボーをかわした、喉を蹴った、そして小柱、三沢対小柱、キャッシー追い込んだ、コーナーに追い込んで、小柱健太のマシンガンチョップ、タイを入れ替えた、エルボーエルボーエルボー、マシンガンエルボー、もう一度キャッシー、ユナイトにマシンガンチョップ、小柱開幕、まだ行く、まだ行く、三沢の胸板が真っ赤になってきた、これは有酸素運動か、さあそして逆サイドへ、エルボー、エルボーが待っていた、セカンドロープからレプリカ、三沢と小橋の猛攻、頭をひずろこして、さあ落とすか、タイガードライバー、リングの中央、うん、カットに入った、マルビンとケンタカットに入った、そしてまたもや場外戦で激しいことになるでしょう、さらにはリングの中はミサワと小橋、エルボー、そしてハーフネルソン、ミサワの首が折れた、返せるか、ツーカウント、サードロープを捉えました、こちらは杉浦とケンタ、三沢と小橋がリングの中、エルボー、ローリング巨石に、ローリングエルボー、久々に見た、 7.18 東京ドーム大会決定、果たしてどんなカードが組まれるんでしょうか、三沢は、小橋はどんなカードが組まれるのか、三沢から金丸に行った、そしてマルビンが出ている、金丸対マルビン、トップロープだ、そしてすかさずカバーまで持ってきた、2カウント、金丸が投げている、おっと素早くストマック命中、そして首を捉えて、さあ丸め込んだ、抑えているのが2カウントです、リッキー・マルビンが足を捉えました、金丸の足を捉えてエプロンサイドから、これは金丸が読んでいた、ラリアットかわして倒立式、戻ったところ DDT 技をつなげました、そしてカバーまで持ってきた、鮮やかな技、次々と飛び出してまいります、そして後ろを向いてムーンサルト、膝の剣山が待っていた、顔面ハイキック、けさ切り、そして指示を出した、小橋が指示を出した、ケンタがコーナーのトップ、そしてギロチン、バックドロップとギロチンの連携、そしてリッキー・マルビンをコーナーのトップ、そこからダイビングボディープレース、高さ十分、三沢と杉浦がカットに入りました、三沢には小橋が行きました、リング下放送席前、さあ試合の方は金丸とマルビン、ん、捉えたぞ捉えたぞ、セルトから落としていく、金丸のジュニアのチャンピオンの首を取る、返しました、三沢を小橋が抑えているリッキー・マルビンが金丸から取るのか、マルビンが金丸から取るのか、さあ狙っている、いった、おー、シックスマンが読んでいた、膝を当てた、垂直落下、あ、しかし小橋が来てハーフネルソン、そこに三沢が来てエルボー、そこ
外に健太が来た、社長への膝蹴り、そしてかわした、バックを取られた、ジャーマン真っ逆さま、そしてトラースピック、そして DDT、 永遠と続く技の攻防、そして金丸が決めるか、高さ十分、空から降ってきたジュニアのチャンピオン、リッキー・マロリンに返した、さあ捉えて旋回式、垂直落下ブレンバスター、タッチアウト、元甲子園球児春の選抜、タッチアウトで勝利、リングの中央に真っ逆さま、リッキー・マロリン、金丸義信、ジュニアのチャンピオンの意地を見せました。4月シリーズの開幕戦、三沢と小橋がシックス戦で激突、激しい戦いでありました。杉浦と健太、ジュニアタッグをめぐる意地もありました。小橋がマルビンを気遣っています。そして杉浦も戻りました。19分49秒、タッチアウト、タッチアウトの2人で見せられている金丸義信、杉浦、金丸、そして杉浦がいます。健太も今リングの中に入ってきました。赤コーナー、三沢組勝利、いったぞ、さあ来たぞ、健太と杉浦、このシリーズではジュニアタッグは組まれていません。5月シリーズにやるのか、もしかしたら組まれるかもしれない、いつでもやってやる臨戦態勢だ、いった、健太が行きました、それを三沢と小橋が抑えています。